はい、どうもゆいです。今回はですね、左サイドバックの、おすすめ選手ランキングトップ10ですね、紹介していきたいと思います。で、まあ、基本的に自分が使ったことあったりとか相手に使われたことある選手のみになるんで、この選手入ってないのとかもあるかもしれないんですけど、その辺はご了承ください。ってことで、紹介していきます。ロベカルですね、10位ロベカルとなります。ペース94のシュート86、パス86のドリブル85、守備88の体幹90ってことで、まあ、プレスタもある程度あるんですけど、やっぱり使ってて思ったのは守備が、ちょっと弱い。やっぱりあのフィジカルとかもアンカーつければ95乗るんですけど、まあ、どうしても弱い。めちゃくちゃ気になります。はい。で、まあ、攻撃面で言ったら普通に強いなとは思うんですけど、ドリブルも運びやすいし、クロスも強いし、あのセッターも十分活かせるんで、そこはいいんですけど、まあ、3バック5バックだったらありかなって感じですね。4バックだったら僕はもうロベカルは正直使わないレベルです。なので、まあ、今回は10位とさせていただきました。で、9位、この選手になります。で、まあ、相手使われてですね、自分は作ってなかったんで、相手使われてたりとか、あとテックスが多分使ってたと思うんですけど、やっぱりプレスタのこの、鋭いパス、ロブタツっていうのが本当強いなっていうのと、まあ、インターセプト、ブロック、ジョッキもあるんで、そこの強さもあるなと。まあ、俊足ないんで、ペースがちょっと物足りないとか、タックルの部分とか、あとフィジカルの部分は気になるかもしれないんですけど、まあ、最後のラストパスでこの2つ使えるっていうのは、結構相手に使われてて嫌でした。まあ、作っても良かったかなと思うような選手ですね。まだ、ただ、まあ、やっぱり守備面がちょっと気になるんで、まあ、今回は9位とさせてもらってます。はい、8位、ウドジェですね。まあ、この選手も作ってないんですけど、まあ、使われててよくボール捉えるなと。まあ、身長も186あるし、やっぱり、普通に強かったですね、使われてて。まあ、ジョッキプラスあって、ロブタツも、まあ、これも先ほどプラスではないんですけど、ロブタツもあるし、で、まあ、俊足もあるんで、足も十分速いと。でまあ、やっぱ足も出るんで、結構守備の存在感も嫌だ感じですね。まあ、出始めの時は上がってこられて結構嫌だったんですけど、今はまあそうでもないですかね。なんか守備的に使われた方が今ウドジェは嫌かなって感じはあります。ってことで、こんな感じですね。次アシュリーになります。まあ、これは使ってましたね。はい。で、まあ、アンカーで使って、まあ、エボも悩んだんですけど、僕は今回エボはしてないので、まあ、別動画でちょっと紹介してますけど、まあ、守備面めちゃくちゃ良かったです。まあ、あのロベカルにこのぐらいの守備が欲しいなっていうぐらい良かったですね。やっぱジョッキプラスもあるし、インターセプトもあってブロックもあって、でテクニカルもあるからボールも運べるし、的確なパスもあるんで、そこは良かったんですけど、なんかね、テクニカルある割にはドリブルがちょっとぎこちないというか、ビルドアップの時の弱さが正直出るなとは思いました。はい。そこがちょっと気になったとこかな。まあ、正直、エボすれば、まあ、ペースもほぼ完走するんで、まあ、それ十分かもしれないんですけど、まあ、あとは俊足とかを持ってないのも多少影響あったのかなとは思います。はい。で、まあ、今回はこの順位となります。で、次キャシャウィですね。まあ、この選手も、トーナメントとか使ったりとかしたんですけど、まあ、ドリブル使用感はいいんですよね。ただやっぱフィジカル低い、身長160しかない、足が出ないとかっていうところはやっぱ気になったかなと。まあ、予測と、ブロックプラスあるんで、その辺は良かったんですけど、まあ、まあ、俊足と容赦なしとか、テクニカルもあって、まあ、序盤使われた時結構ビルドアップというか、上がってこられたらキャシャウィめちゃくちゃ嫌だったんですけど、今これよりももうちょっといい選手がいるんで、まあ、そっちの方が自分的には使われて嫌だった印象があります。はい。まあ、あまり使ってる人も実際ですね、あまりいないので、まあ、そういうことも含めてですね、まあ、キャシャウィ、なってくるかなと思います。で、次、デイビスですね。まあ、やっぱ強いですね。ペース99あって、ドリブル90あって、体幹も87というふうになってます。で、まあ、フィジカルちょっと弱いふうに見えて、守備も弱いふうに見えて、結構ボールの取り感もいいし、結局身長やっぱ185あって、ウドジェみたいな感じになるんで、まあ、そこの取り感やっぱいいのかなと。あと、インターセプトを持ってるんで、AI の良さもあるし、まあ、俊足、迅速もある、俊足と迅速もあるんで、まあ、その辺もいいかなって感じですね。はい。なので、まあ、この選手、めちゃくちゃいいかなと思います。まあ、あと、僕の場合は、スパサブで使ってるんで、やっぱスパサブ出てきた時のペース99もやっぱ強いなと。まあ、ただやっぱスタミナがちょっとないんで、やっぱり、
そこの弱さっていうとこ、容赦なしもないから、そこの弱さは正直あるかなって感じですね。で、次、ロドルフォになります。ペース91ですね。で、シュート90、パス93、ドリブル95、守備92の体感89となってます。で、プレスタイルが的確なパス、トリッカープラスのトラッパー、で、テクニカル、容赦なし、俊足と。まあ、大体今、もう、左サイドといえばロドルフォのイメージがあるんですけど、まあ、自分も使ってました。ただやっぱりここの守備の部分持ってないんで、そこの取り感の悪さであったりとか、まあ、身長178あるんで十分あるんですけど、まあ、フィジカルとかで当たり負けしないとか、その辺も十分守備では強くて、で特に攻撃参加した時の得点の絡める頻度がやっぱ強い、めちゃくちゃいいですね。まあ、多分今日紹介してる中でも、まあ、トップクラスとかナンバーワンぐらいにもなるかなと思うんですけど、まあ、なんでこの順位になったかっていうと、僕的には左サイバーより中盤で使いたい意欲があると。まあ、中盤の方が結構いいポジ取りしたりとか、やっぱり出てくる頻度がサイドバックよりも多いんで、まあ、そういう意味で言うと僕は、中盤の方がいいかなって思いました。あと左サイバーでどうしても上げるとスタミナが91の容赦なしなんで、やっぱ容赦なし白がちょっと弱体化した関係で、まあ、どうしてもそこの弱さ出てるなとは思います。なので、まあ、ここの部分は気になるかなって感じですね。で、次ボンマスになります。はい。でスクリームーブ4、逆足4で、まあ、この選手やっぱ攻守ともにですね、めちゃくちゃ使われてても嫌だし、いいポジ取りするし、守備も身長の割にめちゃくちゃ足出てくるんですよね。で鋭いパスあって、大胆なパスもあって、まあ、予測もあると、シールドもあって、容赦なしプラスもあって、瞬足もあるんで、めちゃくちゃ強いなっていう印象ですね。まあ、守備の部分、インターセプトも95あって、守備も94、タックルも95と、で体幹がスタミナ99あって、ドリブルも弁償数95、コントロールも99、ドリブル97、これまあベーシックでやればですけど、まあ、大体アンカーになっちゃうと思うんで、ここまではないかもしれないですけど、まあ、見てもらっても分かるように、ペースから守備がオール90超えっていうのもやっぱり良さ出ますね。パスもめちゃくちゃうまいし、この鋭いパスも活かせるっていうのも強いかなと。あとシールドを持ってるんで、なかなかボードも取られないんですよね。まあ、そこの良さもあるんで、マジでこの選手はおすすめかなと思います。使えてでも結構嫌な印象があるんで、まあ、この順位となりました。で次、まあ、これ1位と2位悩んだんですけど、まあ、これが2位メンディーですね。まあ、ちょっと高すぎて手出てないですけど、やっぱりちょっと使われた時は思ったんですけど、速いし、フィジカル強いし、ドリブルパスも普通に使用感良くて、まあ、攻撃ポジションも99あって、で的確持ってるし、瞬速、プラスでめちゃくちゃ足速いで、迅速もあって、容赦なしもあるんで、で逆語もあるっていうのも強みかなと。もう相手使ってめちゃくちゃ嫌でしたね。まあ、高いからなかなか手は出ないと思うんですけど、まあ、そういった面で言っても、メンディーはマジで攻守ともにめちゃくちゃ嫌な存在でした。まあ、スタミナも99あっての容赦なしなんで、まあ、オナバと自分も使ってて、やっぱスタミナ持たないとは思うんですけど、まあ、上げないサイドバックでするのもよし、上げるサイドバックもよしで、まあ、フィジカルもこんだけ高いんで、まあめちゃくちゃ強いっていう印象ですね。まあ、ちょっと1位と悩んだんですけど、僕的にやっぱ1位の選手が一番結構使えて嫌だったんで、まあ、今回は2位とさせてもらいました。ってことで、今回1位が、テオとなります。まあ、400万超えてて、今やっと200万台入りましたけど、やっぱり強いですね。まあ、ジョッキプラスと瞬足プラスがめちゃくちゃいい。ジョッキプラスでやっぱ守備の使用感いいのと、まあ、予測でもあって足が出る、で迅速もあるし、瞬足プラスと、で容赦なしもあって、まあ、このスロワーがマジでいらないですね。それ以外は完璧かなと思います。まあ、パス系が持ってないんで、まあ、ただショートパス90あるし、まあ、ドリブル守備、まあ、上げるか、まあ、守備とパス上げてしまうのもありかなと思いますし、まあ、フィジカルも89あって、まあ、リアクションも93あるし、守備値はもともと高いんで、まあ、Y っていうこともあって、ペースも十分ある中での瞬足プラス、まあ、この選手がやっぱ一番使われてて嫌だったかなと思いました。まあ、トーナメントとか出た時ですね、自分これレンタルも持ってないんで、相手使われた時に、まあ、オーバーラップされるとマジで止めれなかったんで、まあ、この選手は本当に一番嫌かなっていう印象です。はい。まあ、順位としてはまあこんな感じですね。あと、まあ別途で言うと、まあ RB ですけど、まあオナバと、自分は今オナバと左サイドバックで使ってるんで、ちょっとこれは、今回は仙外っていう形でやりましたけど、オナバともありだし、ザンブロッタ、ラームとかもありかなと思います。
まあ、この辺がまあロドルフォードがこの辺の順位に入ってくるかなと思うんで、おすすめ度で言うとオナバトは僕結構上位かなと思ってますけど、まあ、メンディ、テオぐらいに入ってくるかなと思うんですけど、はい。でザンブロッタも、まあ、ボンマスの攻守、まあ、守備で言ったらザンブロッタが上かなと思うんで、まあ、そういった部分ですね、まあ、今回参考にしてもらえたらなと思います。で他にもですね、動画等も出してるので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。今ですね、一応転売情報としてまあ、ディスコードの方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたら、そこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあ、これ、まあ、ざっくりとした、まあ、紹介文ですね。まあ、こういうのを上げてますよっていう感じのです。まあ、その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあ、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ、SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいって方は、こっちだけをまあ通帳にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方は、こっちは通帳オフとかに分けるように、まあ2つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問は、まあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。